東京トイレ堂は東京都墨田区横網の横網町公園内にある慰霊施設。1930年に関東大震災の身元不明の遺骨を治め死亡者の霊を祀る震災記念堂として創建され、1948年より東京大空襲の身元不明の遺骨を治め死亡者の霊を行使して、1951年に現在の姿となった。 東京都の施設であるが、仏教各州により採取されている。震災と戦災の犠牲者16万3000柱を供養し、また、毎年3月10日と9月1日に大法要が営まれる。震災記念堂東京トイレ堂がある横網町公園は、かつて陸軍被服省が存在した。だが、被服省は1919 19年に赤羽に移転し、その後はさらちになり、 被服症跡と呼ばれていた。1923年9月1日の午前11時58分、関東大震災が発生した。当時、公園予定地として整備されていた当地は、周辺の自災者の避難場所となり、4万人近い群衆が城内に詰めかけた。だが拡大する火災で周辺が取り囲まれた午後4時ごろ、火災旋風が発生した。群衆が持ち込んだ、 火災道具が燃え上がり、さらに旋風に巻き上げられ、あるいは窒息するなどして、この地だけで東京市全体の死亡者の半数以上の3万8000人程度が死亡したとされる。震災後、死亡者を慰霊し、このような災害が二度と起こらないように記念するための慰霊堂を建てることになり、官民協力のもと、記録、上剤を求められた。 東京震災記念事業協会によって1930年9月に震災記念堂として創建され、東京市に寄付された。身元不明の遺骨が納骨され、1931年には震災復興記念館が建てられた。その後、第二次世界大戦における1944年1945年の一連の空襲により、再び東京は焦土と化し、 関東大震災を超える7万7千人余りが死亡した。1948年より各地に仮埋葬された身元不明の遺骨を納骨堂に改装し、戦災者清掃事業が完了した1951年に東京都慰霊堂と解消した。本堂は伊藤中田設計によるもので寺院風の建築となっている。200坪の坑堂を持ち、三重塔がその奥にある。 三重塔は高さ約41メートルで、基部は納骨堂となっている。坑道には祭壇があり、震災死亡者、空襲死亡者の霊をそれぞれ合祀した巨大内肺が2機、祀られている。ありがとうございます。